こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春の色選びの教科書というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、このような色に関するテーマはですね、季節ごとに最近は行っていまして、結構コメント欄を見てるとですね、かなり評判がいいんですね。というのも、まあ、服のアイテムを選ぶ際にもですね、結構カラバリって豊富じゃないですか。これが困るんですよね。まあ、例えばですね、身近なユニクロに行ったとしてもですね、まあ、ニットがあるとして、そこにカラバリがですね4色5色とかあったりすると、どれ選んでいいかわからないという方少なくないかなと思うんですね。まあ、僕はですね、自分でブランドを作るときにはカラバリってあえて作らないようにしていて、自分のですね、渾身の1色のみしか出さないようにしてるんですが、まあ、そういったショップよりもですね、圧倒的にカラバリ豊富っていうことが多かったりするので、悩んでる方多いかなと思います。そしてこの季節による色選びっていうのも結構難しいテーマだなと思ってまして、春らしい色だとか冬らしい色だとか夏らしい色だとか、まあ、季節によって連想する色っていうのもそれぞれ異なるので、そういったところまで加味すると、じゃあどれ選べばいいのかわからないよという形で悩んでる方も多いかなと思うので、今回の動画でそのあたりもしっかりとわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。確かにこのようなですね、色選びに関する項目をですね、丁寧に解説しているようなものってそんなに多くはないと思うんですね。まあ、僕自身もですね、これまでにまあいろいろと本を書いたりだとか、まあ、ウェブで情報発信をしてきましたが、季節ごとの色選びみたいなことはあんまり語ってこなかったので、まあ、このあたりの情報もきっと皆さんの参考になるかなと思うので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、春の色選びについてお話をしていきたいなと思ってるんですが、その前にですね、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいことがあるんですが、春の色だとか季節ごとの色っていう考え方も確かに大事です。あとはパーソナルカラーみたいなものも流行ってるかなと思いますね。自分自身にはどんな色が似合うのか、そういった観点もあるんですが、まあ、そのようなもの以前にですね、ベースとなる考え方がありまして、基本的なメンズファッションにおける色選びというものがあるんですね。このベースをまずは押さえた上で、その上に春らしさだとか、あとは自分らしいカラーだとか、そういったものを乗っけるということが大事なんですね。春らしい色合いの方を優先してしまって、それらだけで全身をコーディネートすると、なかなかバランスが整わないんですね。あくまで大事なのはベースとなる色選び、メンズファッションの色選びがあって、その中に1点だとか2点だけ春らしい色を取り入れる、これだけで十分なんですね。あんまり取り入れすぎてしまうとなかなかバランスが取りづらいので、そのあたりは注意をしておくとすごくいいんじゃないのかなと思います。改めておさらいということで、さっくりとメンズファッションにおける色選びの基本をですね、お伝えしたいなと思うと、まあベーシックなカラーとして挙げられるのはブルー系ですとかブラック、ホワイト、そしてグレー系ですね。まあ、このあたりがベースになるかなと思います。まあ、皆さんもですね、クローゼットの中を開けると、今挙げたような色がほとんどだと思います。これに対して、まあ、同じような色ばかりだなと悩んでる方もいらっしゃるかなと思うんですが、これでいいんですよ。これがベースのカラーなので、それがほとんどを占めていて、間違いがないと思ってまして、まあ、それに次ぐ色として、個人的にはですね、ベージュだとかオリーブですね。このあたりは、ちょっとこう、使えるとですね、おしゃれに見えるようなこなれ感のあるカラーだと認識してるんですね。先ほどのブラック、ホワイト、ブルー、グレー、このあたりに比べると優先順位はちょっと下がるんですが、まあ、このあたりもベーシックなカラーに入れてもいいぐらいですね、使いやすいようなこなれ感のあるカラーかなと思います。そしてそれに加えて優先度はちょっと下がるんですが、アクセントカラーという考え方があるんですね。まあ、ベーシックなカラーだけだとどうしてもですね、退屈に感じてしまうので、部分的に差し色として使ってあげると便利なのが、グリーン系のカラーだとか、ライトブルー系のカラーだとか、まあ、パープル系のカラーだとか、まあ、そのあたりがあるんですね。まあ、他にも赤だとかオレンジとかもあるんですが、暖色系はやや難しかったりするので、人を選ぶんですが、このようなアクセントカラーみたいな考え方があります。ですので、クローゼットを開けた時に、まあ、ベーシックな
4色があって、あとはちょっとベージュとかオリーブも多少あって、アクセントカラーもちょこちょことあるというのがですね、僕は理想的なカラーバランスかなと思います。僕のクローゼットの中開けてみてもそんな感じですね。ですのでおしゃれな人ほどカラーバリエーションめちゃくちゃ豊富にいろいろと揃えてるかというと、意外とですねベースのカラーの方を大事にしていて、まあそれ以外のカラーというのはそんなに多くないというところも頭の片隅に置いとくと気が楽になるかなと思います。その上でですね、春らしいカラーというのはどんなものなのか、そしてどのように使えばいいのかというところを、ここから具体的に解説をしていきたいなと思っています。まあ皆さんもですね、春らしい色といえばどんな色かというと、ある程度連想できるかなと思うんですね。まあ例えばですね、ホワイトだとかオフホワイトのような明るい色ですね、このあたりはまさに春らしいカラーかなと思います。まあベーシックカラーの一つなので皆さんも持ってることも多いかなと思うんですが、こういったものをうまく着こなしの中に取り入れるといいかなと思います。まあ2点目はですね、これもですねベーシックカラーに続くカラーとしてお伝えしたベージュですね、まさに春らしいカラーとしてこれもですね挙げられるのかなと思います。またライトグレーみたいな、ホワイトよりはちょっとグレー味がかかってるんだけども、グレーの中では明るいカラーですね、まあこういったものも春らしさが表現できるカラーかなと思います。あとは差し色になるようなカラーとして、ライトブルーですとかライムですとかターコイズと呼ばれるようなカラーですね、このあたりも結構ですね春になるとたくさんのブランドからリリースされるので、うまく使ってあげると春らしさというところが出せるんじゃないのかなと思います。もう一回おさらいすると、ホワイトからオフホワイト、そしてベージュ、ライトグレー、ライトブルー、そしてライムターコイズ、このあたりがですね春らしいカラーなので、着こなしの中に 1,2 点でいいので取り入れてあげるとですね、それだけで春らしさが出てくるんですね。これらだけで全身をコーディネートするのはなかなか難しいので、まあその点は理解しておくといいんじゃないのかなと思います。まあちなみにちょっと脱線するんですが、春と秋って結構使うアイテムが被ったりするんですね。例えばステンカラーコートみたいなものって春にも使えるし秋にも使えるんですね。ですのでどちらのシーズンにもリリースされるんですが、春にリリースされるステンカラーコートと秋にリリースされるステンカラーコートって微妙に色合いが変わってくるんですね。やっぱ秋冬であればちょっとコクのある濃いめのですねベージュだとかオリーブだとかネイビーとかも結構深めのネイビーになるんですが、春に発売されるステンカラーコートっていうのはベージュもちょっとこう明るめのベージュになりますし、オリーブもちょっとグリーンが強めで綺麗なオリーブになるんですね。またはネイビーとかの濃い色に関してもですね、ちょっとこう明るめのネイビーとかが出たりするので、季節ごとにちょっと微妙に色が変わるというところも意識してもらうとすごくいいんじゃないのかなと思います。ですので春と秋は基本的にもですね、まあ両方兼用できることも少なくないんですが、明確にはちょっとずつ色が違うというところは頭の片隅に置いとくと結構ですね違いが出せるのかなと思います。そしてここからはアイテムベースで考えていきたいなと思うんですが、まあどのような色のどういったアイテムを買い揃えばいいのかというところを皆さんにお伝えしたいなと思います。まずはアウターで考えるとステンカラーコートですね、このあたりはよく僕の動画の中でも出てきますが、ベージュのステンカラーコートだとか、あとはライトグレーのステンカラーコートですね、あとは場合によってはブルー系のステンカラーコートなんかもすごく綺麗なので、こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、このような色ですね、上半身に明るいカラーを持ってくるとそれだけで一発で春らしくなるんですね。なので主役としてステンカラーコートに明るめのカラーを持ってくるというのが一番春らしく見える着こなしかなと思います。まあそれに対してボトムスは色引き締める意味ではブラックだとかダークグレーだとか色落ちしていないようなインディゴブルーのデニムだとかですね、このあたりでギュッと引き締めてあげるとバランスが取りやすいかなと思うんですね。あくまで着こなしの中の主役は一つに絞ってあげるとバランスがいいかなと思います。一方でアウターだとか上半身のアイテムが濃い色の場合ですね、ネイビーだとかブラックのアウターですね、例えばノースフェイスのコンパクトジャケットなんかはブラックみたいなカラーがすごく使いやすいかなと思うんですね。そうすると上半身が暗い色なので春らしさが出ないんですね。まあ、そんな時にあると便利なのがホワイトだとかオフホワイトのボトムスなんですね。まあ、僕も春になるとめちゃくちゃよく使うのがこのあたりの明るい色のボトムスなんですね。これがあるだけで上半身暗くしても春らしさが出せるので、すごく一本あると便利かなと思います。具体的にはこのようなコーディネートですね。こちらのコーディネートではアウターは短丈系のネイビーのブルゾンを着ていますが、ボトムスをですね明るいホワイト系にしてあるので一気に明るさが出てますよね。これがもしもブラックのパ
パンツだと季節感があんまり出ないんですね。まあ、季節感が出ない着こなしが NG かというとそんなことはないんですが、もし春らしさを出したいのであれば、ボトムスで明るさを出すというのはすごく便利な方法の一つかなと思います。続いて3点目がですね、ちょっと綺麗な色のニットですとかロンティーなんですけども、このあたりも持っておくとすごくですね、春らしさというところが出しやすいかなと思います。例えばこちらのコーディネートを見ていただきたいんですが、ネイビーのジャケットに対してボトムスがブラックですよね。結構これだけ見ると重ためのカラーなんですが、内側に着てるのが結構綺麗な色のですね、ライムのニットになってるんですね。まあ、ちょっとポロシャツ襟になっているところがなかなか良いアクセントになってるかなと思うんですが、この明るいカラーのニットが入るだけで春らしさというところが簡単に実現できるんですね。これがもしもグレーのニットだとかブラックのニットだとなかなか季節感が漂わないので、春らしさを出すには綺麗な色のニットですね、このあたりを使うとすごく便利なのかなと思います。まあ、ライムでもいいですし、あとはまあホワイトを使ってあげるのもいいかなと思います。まあ、よりベーシックな見え方になるんですけども、ホワイトだと意外とベーシックすぎて春らしさが出なかったりするので、これぐらい濃い色で上半身も下半身もまとめてる場合には綺麗な色ですね。例えばライトブルーのニットだとか、そのあたりなんかもすごく相性がいいのかなと思います。このように上半身も下半身もちょっと暗い色の場合でも、内側に着るものだけでもですね、春らしさを色で取り入れてあげるとだいぶ印象が変わるんですね。ですので本当に着こなしの中に 1,2 点だけで構いません。ぜひ春らしいカラーというものを取り入れてあげると着こなし全体に春らしさが出てくるので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということでせっかくなので、まあ、ちょっと実例として僕の方でですね、カラーコーディネートを組んでみましたが、いかがでしょうか。まあ、先ほどもお伝えしてた通りですね、アウターにこのようなベージュ系のコートを着るとこれだけで春らしさが出るので、だからこそ僕は結構ですね、動画の中でベージュのステンカラーコートを皆さんにお勧めしてるんですが、まあ、こちらは今季の春のですね、グリーンレーベルのステンカラーコートなので、まあ、ベージュの中でも少し明るめのカラーになっているのが見て取れるかなと思います。これが春らしい色で、その内側は白の丸首の T シャツにライトグレーのですね、丸首のニットを合わせています。まあ、このニット自体もですね、春色っぽい感じで使えるんですが、意外とですね、ライトグレーのニットってそこまで季節感強くなく、秋冬にでも使うことができるのですごく便利なんですが、まあ、ベージュとライトグレーで上半身を作って、そしてボトムスはブラックで引き締めるということで、まあ、ボトムスに関してはいつも通りのベーシックカラーですね。まあ、定番的な色合いで間違いがないかなと思います。で、靴に関してもですね、ニューバランスのグレー系のスニーカーということで、ここも季節感は特に作らずにですね、下半身はまとめてあります。あくまで春らしさが強く出るのはこのベージュのコートですね。これ一点だけなので、割と簡単にですね、春らしさが表現できるかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、このようなベージュ系のコートでもいいですし、今季グリーンレベルのコート結構春らしくていいものですね。ライトグレーだとかブルー系もあるので、まあ、そういったものもいいかなと思うので、トライしていただきたいなと思っています。はい、続いて二つ目のコーデなんですが、今度はですね、上半身はちょっとこう重ためのカラーですね、ネイビーですとかブラック、ダークグレー、このあたりのですね、濃い色のアウターを持ってきた時にですね、ボトムスをいつも通りのブラックにしてしまうとやっぱり重たく見えてしまうんですね。ですので今回はですね、ちょっとこうダークグリーンっぽいような深めのカラーのアウターを着てるわけなんですが、まあ、それに対してボトムスをホワイトにすることで春らしさを取り入れてみましたが、いかがでしょうか。まあ、こうすることでだいぶこうパッと明るい印象になるので、アウターが暗い色でも春らしさがちゃんと出てくるかなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、ブラック系のアウターとか、やっぱりこう春だとですね、ナイロンジャケットなんかを着る方もいらっしゃるかなと思うんですが、そんな時にですね、ホワイトだとかオフホワイトのパンツがあると結構便利なのでトライをしていただきたいなと思います。まあ、今回内側にですね、ボーダーのカットソーを合わせていますが、これはそんなに季節感が出ないようなアイテムですね。そして、まあ、靴に関してはですね、ブラック系で引き締めるような形で使っていますが、ここも季節感があるわけではなくてベーシックなアイテムになりますので、あくまで春らしさというところで言うと、この白パンですね、この一箇所だけで雰囲気を出しているんですが、もし同じアウターを僕が秋に使うとしたら、ブラックのパンツを合わせるかなと思うんですね。ボトムスのカラー次第で春向きなのか秋向きなのかというところを変えられるので、まあ、そのあたりも含めて覚えておいていただければなと思っています。
はい、続いて3点目の着こなしなんですが、こちらに関してはですね、アウターは今季のユニクロの UTT ジャケットで、色はグレーですね。ちょっと重めのカラーですよね。まあそれに対して僕の着こなしの中ではよく出てくるブラック系のイージーパンツを合わせています。この2つの色合いというのはどちらかというと春夏らしいというよりは秋冬のようなちょっと落ち着いたカラーリングになってるかなと思います。まあそれに対して内側ですね、こちらは無印良品のですね、今季のアイテムなんですが、ライトブルーのですね、プルオーバーを着ているんですが、まあこちらの色がちょっと差し色的に綺麗に映えるので、春らしさが出せるかなと思います。アウターとボトムスが暗い色であっても、内側にちょっと差し色的なものを持ってくると、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。まあそれに対して足元はですね、白のレザー系のスニーカーを合わせていますが、これまたブラックになってしまうと、ちょっと分量的に重たくなるので、ホワイトでちょっと春らしさを出しています。まあこのような形で、一番手っ取り早いのは、ニットだとか、スウェットだとか、あとはシャツですね。こういったものを春らしいカラーに変えてあげるところ、それだけでも、だいぶ春らしさというところは出せるかなと思うので、まあぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、大人の春の色選びの教科書というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、僕の中でもですね、こういった色選びというのはですね、割とこうざっくりと考えながらやってるんですが、今回動画を作る中で改めて言語化をしながら、あ、こういった風に考えてたんだなというのがですね、頭の中がすっきりと整理ができました。改めてポイントを整理すると、やっぱり大元となるのはベーシックカラーなんですね。いつも通りのブラックのパンツだとか、いつも通りのですね、グレー系のニューバランスだとか、ホワイト系のレザースニーカーだとか、このようなベースのアイテムというのは季節ごとにそんなに大きくは変わらないんですね。そしてそのようなベーシックな色合いの中に春らしいカラーを1点とか2点とか、まあなるべくですね、少ない数で構わないので、うまくミックスしてあげると、それだけで春らしさというところは表現できるかなと思うんですね。で、春らしいカラーとしてはホワイト系ですとか、ライトグレーですとか、またはちょっと明るめのカラーのライムだとか、ライトブルーだとかターコイズですね。このあたりをうまくミックスしてあげるだけでもだいぶ印象が変わるかなと思うんですね。上半身のアウターに明るい色を持ってくるか、もしくはボトムスをホワイトにして明るさをパッと出すか、もしくは全体的に暗い色であっても差し色のニットやロンティーで綺麗さを出すか、このあたりの方法で春らしさを調整できるかなと思うので、まずはこのあたりから皆さんもトライをしていただきたいなと思います。また慣れてくればもうちょっと春らしいアイテムの分量を増やしてもいいかなと思うので、このあたりはぜひ皆さんもですね、カスタムしながら春の色選びを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末に1本ですね、ライブ配信もやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。